トンボ体操服株式会社トンボは岡山県岡山市北区高生町に本社を置く学校の制服や体操服を中心とした医療品の製造販売を行う日本の企業2006年まで帝国株式会社という社名であった1876年創業者の三宅熊五郎が現在の岡山県玉野市八浜で創業旅の製造を開始するとと,ともに 1924年に帝国旅株式会社に改装。1930年より学生服の製造を開始する。その後、1955年には同社が製造する制服のブランド、トンボに制定。第一次、ベビーブームの影響もあって、徐々に業績を拡大していく。同社の原動力の一つ、特に学生服メーカーは1970年代以降、 その多くが倒産してゆく中で、学生服メーカーとしてはいち早く1969年、東京に商品企画室を置き、スポーツウェアなどの新たな分野へ移行してきた実績を持つ、1974年帝国工業株式会社から帝国株式会社に社名変更、本社事務所も岡山市に移転した、大手学生服業四社である、トンボ、アカシスクールユニフォームカンパニー、 滝本、観光学生服のうちの一社に数えられる、全国各地の学生服、女子通学服を取り扱い、品質の高さにおいて評価を持っており、現在では同じく、岡山市に本社を置く、観光学生服とともに二大メーカーとして高い、知名度を誇っている。女子通学服は、有名ブランドを中心に、業界の中でも強さを誇る、モデルチェンジや自由通学服に力を入れていて、 同社の持つブランドをもとに市場拡大を行っている。またセブンティーンなどのティーン向け雑誌にも広告、記事を掲載している。男子学生服は従来はフジヨット学生服や観光学生服が強かったが、対抗して2006年からトンボをマックスを新発売した。過去にスマップなどの近年では斉藤翔太、斎藤慶太やエータ、カシーユーなど起用している。 2010年からは、アニメ、名探偵、コナンのキャラクターを全面に出した広告戦略を打ち出している。スポーツウェアでは、学校体操服や、マーチングウェア、日本バレーボール協会公認のユニフォーム等も手掛け、女子 V リーグの岡山シーガルズ公式ユニフォームもトンボの、ブランドビクトリーである、男子用女子用その他スポーツウェア介護ウェアドッグハーネス。ありがとうございます。